演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのクラシックシュトーレンを食べたいと思います。シュトーレンは以前スワンベーカリーのものを食べたことがあるんです。こんなのもいいですね。前のは固める石っぽくしたのシュトーレンだよね。なんかちょっとコッペパンを思わせる長さですね。これどういう風になってるんだろう。やっぱりちょっと粉砂糖がかかって結晶してますね。雪みたいですね。ではちょっと切ってみましょうか。はい、中身はやっぱりこんな感じですね。中に酸味、はい、フルーツ、ドライフルーツがいっぱいぎっしり詰まってる。そして表面は粉砂糖の結晶。これがシュトーレンのベースなんだ。他にもバリエーションがあるなら見てみたいですね。ではいただきます。やっぱりスワンベーカリーとはまた違いますね。まあこちらはこちらで美味しいですけど、以前食べたスワンベーカリーのシュトーレンはしっとりとしているのではなく、どちらかというと歯応えがある固めの生地ですから、これはどちらかというとしっとりとした、ちょっと口の中で程よくとろけていくような感じですね。ただ自分的にはこの前の、いえ以前食べたスワンベーカリーのシュトーレンの方が食感固めで美味しかったので、これはそれよりちょっと下に来てしまうかなと思った部分が食べたい残念でした。やっぱり競合相手がいると。でも中に入っているレーズンの甘酸っぱさは本当によく生地と合っていましたよ。なのでこちらの点数とさせていただきます。もうちょっと固めのやつも出てきてほしいですね。それでは、ひまわりよシンデレラかな夏日すぎても、そこはさすがにうまくいきません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。下回ってない。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。